ヘビーレーンシンのきしむ時は、フランスのクアンティックドリームが開発した、プレイステーション3用ミステリーアドベンチャーゲーム。監修枠アンティックドリームの設立者にして、取締役会長兼 CEO であるデビッド・ケージ。日本ゲーム大賞では、本作は独創性や革新性の高いタイトルとして、ゲームデザイナーズ大賞を受賞した。2016年には、ビヨンド、 2ソウルズとセットでプレイステーション4にリマスター版が発売された。日本では2016年6月1日よりプレイステーションストアのダウンロード宣売で配信。連続誘拐殺人事件をめぐり4人の主人公がその謎に迫っていくアドベンチャーゲーム。本作の特徴としてシーンに応じて実際の動作に基づいた直感的なボタン操作が要求される。 要求される操作は物を持つ、ドアを開けるといった簡単な操作から、格闘、闘争といった素早い選択や判断による俊敏性が求められるものまで様々なパターンが存在する。本作では様々な選択を行うことができる。ゲームオーバーの概念がなく、主人公が全員死亡しても、物語の終わりまでそのままの状況で話は進行していく。 そのためエンディングもマルチエンディングの形をとっている。アメリカの小さな町で3年間にわたり起き続けている連続誘拐殺人事件が再び世間を騒がせている。この事件は折り紙殺人事件とも呼ばれており、雨の季節に10歳前後の少年が拉致され、4日後に出来死体となり、死体の手には決まって折り紙と蘭の花を持たされるという奇怪なものだった。 ある日、心に傷を負った男、E さんの息子であるショーンが、折り紙殺人鬼に誘拐される。4日後というタイムリミットが迫る中、E さんは、折り紙殺人鬼からの何らかの犠牲を伴う、理不尽な試練に振り回され続けることになるのだが、ゲームデザイナーのピーター・モーリニューは本作を、ビデオゲームの未来を見据えた作品で全くもって、素晴らしいと絶賛した。 2010年2月26日に公式サイトよりゲームプレイ中の不具合としてフリーズ現象及び再起動後のゲーム再開ができなくなる現象が発表されたこの現象についてはアナウンス同日にリリースされた修正パッチにより不具合の一部が軽減されたまた2010年3月19日に続く修正パッチがリリースされさらなる不具合の解消が行われる 2012年現在、修正パッチは、PlayStation Move 対応のバージョン2.00が配信されている。北米版、欧州版、日本版にそれぞれ異なるパッケージデザインを使用している。発売前に、ソニーの公式サイト PlayStation ブログでパッケージデザインを発表したところ、北米のユーザーから欧州版のパッケージデザインを希望する声が集まったため、 差し替え用ファイルを PDF 形式などでダウンロードで配布すると発表した。発売日の後に PlayStation、グは3地域版すべてのパッケージデザインを差し替えようとして、f l i c k r からダウンロードできる JPG 形式で配布を行っている。ありがとうございます。